うん、まあじゃあえっ、ー、と今日ですよねあのー、まあ今までをちょ,ちょこっと5つをやった単語とかなんかあのー、番号の数え方っていうようなところからちょっと思い出してみましょうあとはやっぱりねあの簡単の文章が覚えれるような感じで今日をやっていただきたいと思いますじゃあよろしくお願いしますス、うん、スペペルル単語のスペルが 覚えるためにまあ日本語の音変わらないからのこのあえいおうっていう音が一緒だしあ,あのべね、べとあ合わせるとばなのでバビブベボとかねハヒフヘホほとんどが日本語の音と一緒になりますねなのでそ,そこのところがえっ、ー、とスペイン語が ちょっと楽かな。あまり英語みたいな感じ。A, B, C, D, E, F, G みたいというなんかこう発音としてそこまで変わらないから日本語とほぼ似てますね。もちろんね、この縁エエとか L とか R っていう発音がまあもちろんこれがね、日本語の中がもともとがないあの G なので。 まあ別にこれがまあ少しずつを慣れていくという発音の話なんですけどもね。てねる。てねるという動詞なんですけど、このテネってねっという動詞が持つっていうことで使うことになりますね。持つね。あるとかね。ありますか持ちますかとかっていう質問の時でも使います。 で、えっ、ー、と、例えばその先の話に戻りますと、私の場合、自分の話の時ですね。自分、例えばお腹すいた時では、てんごあんぶれ。ね、お腹すいた場合時、自分の場合であれば、てんごあんぶれ。お腹すいた。 のてんごあんぶレそういうことですね。じゃあ、えっ、ー、と、喉乾いてないスペイン語で、のてんごせセそういう感じですね。じゃあ、えー、自分が熱くはないんですよっていうこと、言いときいが。 No、tengo calor, そういうことですよね。No、tengo calor. それはないなので向こうの合わせ方向こうの考えの合わせ方ではえ一つの意味あの一つの意味でいっぱい単語を使える本当に同じ意味なのに単語がすごく全然いっぱいの種類ってありますだからさっきのえっ、ー、と 料理が美味しいですかとかね。お料理の味がどうですかっていう時なんですよね。自分が言えるか、あ、美味しいですよ。なんか、あ、いいですよね。っていう時が、言い方では、esta rica とかね。esta la comida。comida という食べ物ですけども、esta rica とか。esta exquisita とかね。esta exquisita. esta sabrosa. たとえばまえ estupenda est か fabulosa, extraordinaria, excelente だ <laughs> いたいがそういうような感じで使いますねだからまあこいった形でば先に言った感じえっとラテンの人が相手に 気持ちを伝えるもともとの考えもともとのラテンの文化では相手には気持ちを伝えることがすごく大切にします。だからスペイン語を話す時にはすごくストレートです。ね、そ,のそのために相手がすぐに分かるように。 だけど、やっぱりそこで、えー、でも、ストレートすぎると、相手にはちょっと水液に感じないまあ、その時が自分の、じゃ柔らかく、相手の、相手、もし相手のこと気が使うであれば、自分が使う単語、自分で使う、その話の使う単語が選んでいく。 柔らかい単語を使ったりとか、なんかね、それでちょっと丁寧の単語を使ったりとかっていうような感じにすると、相手はエストレートでも柔らかくに聞こえます。日本語の場合は、やっぱりこう相手のことはすごく気が使う方が。 一番丁寧ととかねマナーとしててになっていくのでやっぱり話し方が回っていくことっていうような形ね痛いことなんですけどもやっぱり直接じゃなくてまあこうこうこうからこう持ってこうなるからだからっていうのはねなんかちょっとこうね遠回りになっていくんですけどもでもその遠回しの中ではやっぱりそれも自分で分かったことはもうやっぱりね相手がそのぐらいを気が使っとるっていうことになりますね。 だけどまあそれが文化のことなのでそれがいいか悪いかっていうこと関係なしこれがもう文化の話なのでねだからやっぱりいうことですねこれがもう結構おおあのこれだけここだけの都市の単語だけでものすごくいろんな話ができますので、まあ、また次回に、えー、お楽しみにしてくださいお願いしますえー、っとですねじゃあ 今日はこの感じで、えー、終わりますありがとうございました